同時にもともとある構成に収まっていくわけではなくて、やっぱりクイックターンが介入することで新しいリズム、第三のリズムを今ある状態からさらに引き出していくっていうことをすごく意識しています。自分は主に70年代80年代のニューヨークのストリートアート、特にエアロゾルライティングっていう呼ばれる領域に影響を受けていて、まあ、その中でもその視覚言語ビジュアルランゲージのに影響されて、その文字の形っていうのを一度取り外して線の形運動にまで還元して、それを反復することでクイックターンストラクチャーって呼んでいる自分の形を作って、それを軸に制作活動を続けています。クイックターンストラクチャーはもうずっと20年近く描き続けているモチーフで、自分にとっては本当にその世界と関わるための手段というか、それを一つ自分の表現の形として持っていることで、いろんな、まあ、展覧会をして発表することはもちろんなんですけど、まあ、いろんな他のアーティストとのコラボレーションであったりとか、いろんな企業やブランドとのコラボレーションであったりとか、本当にこう世界とコミュニケーションを取っていくためのツールとしてあるっていう感覚がすごくあります。ただそれは潜在的に感じたっていう直感的なものだったんですけど、高校生の終わりとか大学生の初めぐらいの時に、もともとはもっと普通のこうストリートアートっぽい絵をドローイングを、まあ、ノートとかにずっと描いてる時期があって、その時は文字の形を描いてたんですよね。ただ描いてる時にだんだんその文字の形っていうのが逆に制約に感じられてきて、もっと自由に線を伸ばしたい、引いていきたいっていう、その欲求に従って一回こう半分抽象みたいな形を描いた時に、あ、なんかこれもっと追求できるなってやっぱ思って、でちょっとしばらくそれを追求した時期があって、徐々に今のクイックターンストラクチャー の, そのベースになるような形がその時にできてくるんですけど、そこでやっぱり、あ、これちょっとこれで自分のアーティストとして の, そのなんていうんですか、道筋がここにあるなっていうのをやっぱり直感的に感じて、それから気づいたらもう20年ずっと、もちろん進化もしてるんですけども、基本的な形としてはもう一貫したことをやり続けてるっていうふうに思ってます。おそらく見た目、外観はすごく変化していたりとか、全く違う素材を使っていたりっていうことは、まあ、今までももちろんありましたし、これからもあると思うんですね。やっぱり表現ってこう拡張していくものだし、ただその無根拠に全然違うことをいきなり思いつきで始めるっていうことはやっぱりなくて、例えば作る時の自分の身体感覚だとか、扱っている素材の特徴だとか、何かしらそのこれまでやってきたことの延長線上に展開していって、結果的に全然違うものになるかもしれないけど、やっぱりそれは自分の中では連続性があるので、もう一回その違う状態からクイックターン作者にフィードバックがあって、でクイックターン自体もアップデートされていくっていう、やっぱりその実験と連続性のこうフィードバックというか、まあ、そういう形でこれまでもやってきているので、まあ、これからもきっとそうだろうなとは思っています。エピファニーっていう言葉自体はもともと知っていて、気になっている言葉ではあったんですね。キリスト教の用語で啓示、まあ、神の啓示を受けるとか、そういうニュアンスが強いんですけど、日常的にはひらめきとか気づきっていうような訳され方を日本語ではしていて、やっぱり自分はこう、まあ、芸術の出発点って宗教美術だったりするんですけど、自分もどこかやっぱりこう現代社会を生きている中で、まあ、いろんなこう情報技術だったりとか、さまざまな現代社会の要素はある中で、でもやっぱり芸術を作るっていうのはどこかこうある種の宗教的な崇高性とか非日常性みたいなものに紐づいてるっていう感覚があって、でまあ、美術史の中で過去にいろんなアーティストたちが、まあ、作品を作ってきてるんですけど、やっぱり芸術家に共通しているのってそういう、まあ、社会や時代は変われど創造行為の中に含まれるこう形而上的な感覚とか宗教的な崇高な感覚っていうのがやっぱり時代を超えて共通してるんじゃないかなと思って、それでその過去の 美術家が作品を制作するときにきっと感じていたであろう、そういう瞬間モーメントに自分も、まあ、どうやったらこう自分のやり方で共鳴していけるのかなって考えた時に、
今回の作品はファウンドオブジェクトっていうタイプの作品なんですけど、過去のそういう絵画作品のイメージが印刷された版画の上に自分のクイックトランストラクチャーを絡ませていくことで、そのまあかつてあったであろうモーメントに自分もこう共鳴していくっていう、そういったことを試みた展覧会になってますね。まあ、絵画作品って必ず構成を、空間的な構成っていうのを持っていて、特にまあ歴史的に残っているものっていうのはかなりこう完成度の高い構成をすでに持っているわけですよね。その中に新たにクイックトランストラクチャーがこう入っていくことによって、その元々ある構成をまあ、崩したりそれをこうバンダライズしていくっていうことではなくて、でも同時にもともとある構成に収まっていくわけでもなくて、やっぱりクイックターンが介入することで新しいリズム、第三のリズムを今ある状態からさらに引き出していくっていうことをすごく意識しています。今回はギャラリーのスペースの拡張っていうタイミングともあってまして、こちらがエピファニーっていうキーワードで構成している、まあ、主な展示っていうのはこちら側の空間なんですけど、もう一つの新しい方のスペースではニューヨークで、何年か前に制作した作品だったりとか、まあ、最近東京で作った作品も含めて、まあ、ペインティングのもう少し大きいものを、皆さんに見ていただけるように展示していますので、まあ、こちらがコンセプチュアルにキーワードで作ったものと、まあ、新作をもっと自由に見てもらえる空間でっていう、その2つの構成になっています。